フレーザー島はオーストラリアの太陽がさんさんと輝くクイーンズランド州の沖合にあります。ですがその美しさに惑わされてはいけません。ここには世界で最も危険なビーチがあるんです。島には怪我をしても手当てを受ける場所すら存在しません。ですので危険な状況に出くわした場合誰にも頼ることはできないのです。ここではディンゴによる襲撃が頻繁に発生しています。ディンゴという動物をご存知ですか？可愛らしい犬のように見えますが注意しなければなりませんよ。この野生種はかなり危険なんです。さらにここで気をつけなければいけないのはディンゴの歯ぎしりだけではありません。島の近郊の海にはホオジロザメがうろうろしていて水中にはクラゲもいます。フレーザー島にはカツオノエボシなど世界で最も危険なクラゲが生息しているのです。毒を持つ触手に一回刺されただけで成人が気絶してしまうこともあるくらいなんですって。これらの生物を避けられたとしても海自体がかなり危険なんです。海は激流により信じられないほど荒れています。流れが強力なので岸から遠くへ流されてしまうのです。それにトラブルに巻き込まれてもライフガードが救助に来てくれることはありません。その上砂もとても危険。高い砂丘によって車が横転してしまうことが頻繁に起こるそうです。車は使わずに砂丘用のバギーを使った方が無難でしょう。さらに砂丘の下にある湖に飛び込むのもやめておきましょう。ものすごく浅いので大怪我をしてしまいますよ。フレーザー島は美しい展望台としても知られていますが足元には気をつけた方がいいですよ。世界の頂点にいるような気分になるかもしれませんがギザギザな岩の先端に近づきすぎると落下してしまって荒い波に飲み込まれてしまうかもしれませんからね。ブラジルには通称蛇の島と呼ばれるケイマーダ・グランデ島がありこの島もかなり危険。ここで出会う危険、それは地球上でも有数の強力な毒を持つゴールデンランスヘッドバイパーというヘビが何千匹も生息しているということ。このヘビの長さは50センチメートル以上で速攻性の毒によって甲殻の周りの肉が溶けてしまいます。106エーカーの小さな島には約4000匹のヘビが住んでいるのです。ヘビの島は非常に危険なのでブラジル当局によって全面立ち入り禁止になっています。長い間島に勇敢に立ち向かった人間の住民は灯台森とその家族だけでした。ですが地元の言い伝えによるとある夜ヘビが大群で窓から侵入し攻撃したためその後その家族が目撃されることは二度となかったということです。防毒マスクの町としても知られる三宅島に今すぐ行きたがる人はあまりいないかもしれませんね。この島には過去数年間に何度も噴火している活火山があります。島全体を有毒なガスで包んでしまう大規模な噴火が何度も発生したのです。現在住民は常に防毒マスクを携帯しなければならず毒ガスの数値が上昇しすぎると島全体に恐ろしい警報が鳴り響きます。島は魔の海と呼ばれる海域のど真ん中にありこの周辺で船が姿を消しても専門家でさえその理由を解明できないんだそうです。北センチネル島という遠隔の島には警戒心の強い部族が住んでいます。彼らは6万年以上の間現代技術や外界との接触なしで島に住んでおりその習慣を変えることがありません。彼らは島に立ち入ろうとする人々に矢を放つことで有名なんです。島を訪れた人々の話はたくさんありますが二度と姿が見られなくなってしまったという話ばかりのようですよ。カリブ海のサバ島で気をつけなければならないのは恐ろしい幽霊や忍び寄ってくる蛇ではなくハリケーン。この小さな島は過去150年間世界中のどの場所よりも強烈なハリケーンに見舞われてきました。7つの熱帯低気圧が同時発生したことがあるほどなんです。このような嵐の風速は時速 254km に達することも。そのような風の中で立つことはできると思いますか？また島に着陸したがるパイロットもあまりいないので苦労しているようです。それは風のせいではなく世界で最も短い非常に危険な滑走路がその理由。
その長さはたったの400メートル。滑走路2つが巨大な岩によって囲まれているので失敗する余地が全くないのです。ハワイのキラウエアビーチはかつて世界で最も危険なビーチの一つだと言われていました。キラウエア火山は過去35年間頻繁に噴火していて、周囲の海域に向けて真っ赤な溶岩を噴出していたのです。その溶岩のせいで水温が沸点を超えていたこともあったそうです。幸い現在では活動が休止しているので安心です。ビキニ環礁の島と聞くと完璧な夏の休暇の目的地のように聞こえるかもしれませんが、それは大きな間違い。この地域では放射線レベルが危険なほど高く、地元の人々が移住しなければならなかったほどなんです。島は90年代に安全であると宣言されましたが、もともと住んでいた住民たちは戻ることを拒否。さらにこの地域では釣りが行われていなかったため、サメの大幅な増加にもつながっているのです。ですが不思議なことにサンゴ礁だけは繁栄しているんだそうですよ。ラムリー島は遠くから見るとのどかな場所に見えます。白い砂浜、揺れるヤシの木などが見えますが、相当注意しなければなりません。この島には何千もの空腹のイリエワニが潜んでいて、常に襲撃の準備をしているからです。正確な数は不明ですが、一部の科学者たちはかなり数が減少していると主張しています。でもワニの餌になりたくなかったら、この島には近づかない方がいいでしょう。ナミビアの骸骨海岸は過酷な土地の状況と水不足により生活するのがほとんど不可能であることから、そう名付けられました。岸にはクジラの死骸、カメの甲羅、ゾウの胸郭などが散らばっています。それだけではなく、ライオンとハイエナが次の獲物を求めてビーチをうろついているのです。周辺の海域には11種類のサメが生息しているので、陸と同じくらい危険。遭難してこの海岸にたどり着いた船員たちの多くはそのまま行方不明になっているそうです。オーストラリアのケープトリビュレーションもその名に恥じぬほど危険な場所。水中はクラゲでいっぱいなので、特別なスティンガースーツを着なければなりません。ですがそのスーツも水中に隠れているイリエワニに対しては何の効果もないのです。さらにクラゲだけに刺されるわけではなく、トゲトゲの木々にも気をつけなければなりません。これらの木にはギザギザの葉があるので、ワニ以外にも注意しなければなりません。そして島にはヒクイドリが生息しています。この鳥はダチョウと同じくらいのサイズで飛ぶことはできませんが、皮膚を簡単に切り裂くことのできる鋭い爪を持っています。ノルウェーにあるウタクレイブビーチはオーロラを見るのにぴったりの場所ですが、それは1泊以上生き残ればの話。島を取り巻く海の水温は夏の間でも7度まで下がるので、アイスクリームの中を泳いでいるような気分になるかもしれません。ハンズバーイビーチは長年地球上でも有数の危険な生物の生息地。この海域は特にサメに好まれていて、沿岸部はホオジロザメの首都としても知られています。サメは毎年ビーチに群がる6万頭のアシカを求めて集まってくるのです。野生のアシカはサメの餌になるだけでなく、予測不可能なので人間に対して攻撃してくることもあります。小諸諸島は蚊が苦手な人にとっては最悪の目的地となってしまうことでしょう。これらの島々はそこら中蚊だらけなんです。そのため地元の人々は島中の水が汚染されていると考えており、水を飲んだり氷を作ったり歯を磨いたりする前に水を殺菌する習慣があります。ココナッツが大好きな人はある島に取りに行きたくなるかもしれませんね。ここで言っているのはダンガー島のこと。これはチャゴス諸島の中の島の名前ですが、特に怖がる必要はありません。ここでの問題はここに訪れる船が安全に停泊できるかどうかなんです。では最後にもう一つ、アマゾンのビーチも避けてくださいね。これらのビーチには腹が赤く鋭い歯を持つピラニアやアナコンダ、また電気ウナギ以外にも危険がいっぱいだからです。
地球上で最も多種多様の生物が生息していて、有毒なジャイアントオオムカデもその中に含まれています。それにアマゾンで気をつけなければならないのは動物だけではありません。マチンやフラーレと呼ばれる非常に毒の強い植物も存在するので気をつけてくださいね。ではまたお会いしましょう。